はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、法律の条文とか、またテキストとか過去問集とかでも出てくる言葉の意味について解説しようと思っています。今回取り上げるのは、かつという言葉と、またはという言葉です。で、これ非常に実は重要なんですね。この言葉だけで引っ掛ける問題って意外とあるんですよ。 なので、この意味というものをそれぞれ知っていないと、引っ掛け問題に引っかかっちゃう。ということで、今回は、このかつと、または、の意味を解説していこうと思います。で、まず、かつからいきますね。A、かつ B といった感じで使います。で、この場合、A と B の両方を指すんですよ。つまり、両方を満たす場合の話をしているということです。例えば、 民法124条の追認の要件。この条文には、かつが含まれているんですけども、取り消すことができる行為の追認は、取り消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取り消し権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。その効力っていうのは追認の効力ですね。追認の効力を生じないというふうに規定されております。 ま、この条文だけ見ると、なかなかちょっと意味がわかりづらいので、例えば取り消しできる行為について、脅迫を受けて契約した場合の取り消しについて、具体例を入れながら解説していこうと思います。まず、脅迫を受けて契約をしたら、後で取り消しができる。これは基本事項だから、これは覚えてますよね。じゃあ、この場合において、取り消しの原因となっていた状況って、どういった状況でしょうか これっていうのは、脅迫を受けている状況ですよね。脅迫を受けている状況が消滅しっていうのは、脅迫が終わった後っていうことです。脅迫が終わって、かつ、取り消し権を有することを知った後、この、取り消し権を有することを知った後っていつなのかというと、まあ、今回で言うと、脅迫を受けて契約したら、まあ、それは取り消しできるんですね。で、この法律自体を知っているかどうかではなくて、 脅迫を受けて契約したことをちゃんと分かっているかって話なんですよ。で、通常、脅迫を受けて契約したら、それ自分自身分かってるじゃないですか。なので、もうこれ契約した直後って考えていただいて大丈夫です。脅迫を受けて、もう契約をした直後という意味です。まあ、なので、ま、今回、この後ろの部分っていうのはそれほど重要ではないんですけれども、まあ、条文をちゃんと理解する上では、この二つを同時に満たした場合じゃないと、追認の効果は生じないんだよ。っていうところを理解していただきたいんですね。 つまり脅迫の状況が終わりました脅迫が終わりましたで自分自身取り消し権を有することを知りましたその後じゃないと追認の効力は生じませんよっていう話ですつまり脅迫を受けている状況で追認をしたとしてもそれは脅迫が終わってないですよねこの取り消しの原因となっていた状況が消滅していないということは前半部分を満たしていないわけだからそれは効力生じないって話なんですよ で、逆に取消し権を有することを知っていないと。知らない状況で追認した場合。この場合も追認の効力は生じないんですね。で、今のこの脅迫の内容で言えば、この取消し権を有することを知った後っていうのはもう当然に満たしてしまいますんで、あまり意味はないんですけども。まあ、例えば、青年非貢献人が契約をした場合とか。この場合、青年非貢献人っていうのは自分自身が契約したこと。これ分かっていない可能性がありますよね。 つまり、取り消し権を有することを知った状態ではないわけです。はじめは。で、その後、判断能力が回復したというのであれば、まあ、その時取り消し権を有することを知った後になりますよね。つまり、この両方を満たさないと効力は生じませんよっていうのが、この124条の内容です。なので、かつと言われたら、例えば両方を満たすんだ、だったりとか、あと前半部分、プラスアルファ後半部分、どちらも満たさないといけないんだ。 そのように理解していただくと分かりやすいんじゃないかなと思います。で、続いて、またはという言葉なんですけれども、A または B という使い方をします。で、この場合、A と B、どちらか一方、いずれか一方で OK ですよっていう話です。例えば、民法5条。未成年者は単に権利を得る法律行為、または義務を免れる法律行為をする場合、法定代理人の同意を得ずに単独で行える。 まあこういった条文なんですね。まあ実際、民法5条の条文っていうのはもうちょっと難しくは書かれているんですけれども、まあ噛み砕くとこういう内容です。で、この場合、このまたはの前と後ろにこう分けるんですけども、まず、未成年者は単に権利を得る法律行為をする場合、法定代理人の同意を得ずに単独で行える。 これが一つ目です。で、二つ目が、未成年者は、義務を免れる法律行為をする場合、法定代理人の同意を得ずに単独で行える。このように二つに分けることができるんですね。つまり、未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合であっても、また、義務を免れる法律行為をする場合であっても、どちらにおいても、法定代理人の同意を得ずに単独で行いますよ、という話です。 これ、例えばなんですけども、これ単に権利を得る法律行為っていうのは、例えば、誰かから何の負担もなく贈与してもらう。例えば、お金をもらうとか、何の負担もなくお金をもらうとか、不動産を贈与してもらうとか。まあ、そういった行為ですね。まあ、この場合、未成年者、不利益をることはありませんので、法定代理人の同意を得ずに、単独でその贈与契約することできますよって話ですね。で、義務を免れる行為っていうのは、例えば、未成年者が借金をしていましたと。 その借金を免除してもらった場合。まあ、その場合も未成年者、不利益をることはありませんので、法廷代理人の同意を得ずに単独で行えますよっていう話ですね。この勝つとまたはっていうのは非常に重要です。しっかり理解をしておきましょう。そして弊社レトスは個別指導を行っております。まあ、基本的な部分をしっかり押さえていれば、応用問題も解けるようになるんですね。まあ、基本問題をしっかり押さえるっていうのは、ちゃんと理解をしておくっていうことです。 理解ができれば、達見試験、一回で合格できる資格なんで、もし自分自身、基本的な部分も理解できていないな、また勉強したはいいけれども、落ちてしまった、そういった方は、おおよそ理解学習ができていないので、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの事故をお待ちしております。達見合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。レトスのオンでした。